で、ちょっとかき混ぜて、30分ぐらいかき混ぜるらしい。なんかさ、これチューブいらなかったね。チューブも買ったんだけど、これだけ。に触れさせて、なんだろうね、青くなるまで混ぜるんだろうね。空気に触れるとさ、酸化するから、ね、明日の朝ね、この上澄み液を取って、下に沈んでる藍を取ればね、沈殿藍ができるね。これなんかもう少しね、色全然違うから、上の黄色っぽいねやつが、上澄み液を取れば下にね、濃い藍がね沈殿してると思うんで、それで染めればもっと濃く染まるね。1日経ったら沈殿しました。藍がね、上澄みを捨てて、下のね沈殿した藍が沈殿藍になります。一回でね、うまくいくと思わなかったな。上澄みを捨てたいと思います。これだけ。これだけしか取れなかった。ほんのちょっぴりだけ沈殿藍が取れたので、ちょっとハンカチをね、染めてみたいと思います。どのくらいね、違いが出るのかな。ほんの少ししか取れなかった。これだけ。よっぽどさ、葉っぱがいるんだね。沈殿藍たくさん作るの。一応沈殿藍で今染めてるんだけど、グリーンのまんまなんだよね。なんでだろう。水で洗っちゃうとね、薄まっちゃうから、ちょっと空気に触れさせて、それで繰り返してみようと思う。最後に洗おうかなと思って、つけて空気にさらして、つけて空気にさらして、で最後に洗おうと思います。